スラブ人トマスは9世紀のビザンツ帝国の将軍である。821年から823年にかけてビザンツ皇帝ミカエル2世に対して大規模な反乱を起こしたことで最も有名である。ポントス地方のスラブ人に出自を持つ軍人であったとされるトマスは将軍バルダネストゥルクスの庇護の下でミカエルやアルメニア人レオンと共に頭角を表した。 803年のバルダンネスの反乱失敗からレオン5世の治世中に小アジアの上級司令官に抜擢されるまでの間、トマスの動向は不明瞭となる。ミカエル2世がレオン5世を殺害し定位を散脱すると、トマスは自らの定位を主張して反乱を起こした。トマスは速やかに大半の手間と、小アジアの軍団の支持を取り付けて、ミカエル2世の最初の反撃を打ち破り、 さらに、アッパース朝との同盟を締結した。そして、海の手間とその艦隊に勝利を収めた後、軍団と共にヨーロッパへ渡り、コンスタンティノープルを包囲した。トマスは、帝都コンスタンティノープルを陸上と、海上から攻撃したが陥落させることができず、その間に、ミカエル2世は、ブルガリア帝国の支配者、オムルタグの支援を求めた。トマスは、 オムルタグの攻撃を撃退したが多大な損失を出し、数ヶ月後に、ミカエル2世が、野戦に打って出た際には撃破され逃亡を余儀なくされた。トマスと彼の支持者たちは、アルカディオポリスに避難したが、間もなく、そこで、ミカエル2世の軍に包囲された。結局、トマスの支持者たちは、恩者と引き換えに、ミカエル2世に降伏し、トマスは処刑された。 トマスの反乱はビサンツ帝国史上最大の反乱の一つであるが歴史的記録にミカエル2世が反逆者トマスの名前を貶めるために作り出した情報が含まれているために相互に矛盾した物語が残されておりその正確な経過は不透明であるこの結果トマス本人や彼の支持者たちが反乱を起こした動機や背景について様々に論じられてきた オックスフォード・ビザンツ時点は、トマスの反乱は、製造破壊運動、社会革命と民衆の放棄、帝国に対するヒギリシア系エスニックグループの反乱、トマスの個人的野心と、レオン五星殺害に対する復讐心など、様々な要因に対する反応に起因している。とまとめている。また、この反乱が、帝国の軍事的地位に及ぼした影響、とりわけ相対する、 アラブ人に対するそれについても議論されている。トマスの出自について明確なことはわからない。11世紀の続テオファネス年代記はトマスが歴代ビザンツ皇帝たちによって小アジアに移住させられた南スラブ人の出自であると説明し、10世紀のゲネシオスの皇帝列伝別れを合造老庫から来たアルメニア種族のトマスと呼んでいる。従って彼の異名、 スラブ人は、あくまで現代の故障である。トマスの家族及び幼少期については、彼の両親が貧しかったことと、彼が満足な教育を受けていなかったこと以外なに、一つわかっていない。彼が反乱を起こした時、50歳から60歳の間であったことから、彼は、おそらく760年頃に生まれたと考えられる。アラブ人のもとへ逃亡するトマスを描いたと見られる。 マドリードスキュリェスの細密がトマスについての主たる情報源であるゲネシオスの皇帝列伝と属テオファネス年代記は両者とも若き日のトマスについて二つの異なるバージョンの説話を再録している。それぞれは以下のようなものである。このためにトマスの初期の経歴について様々な見解が提案された。古典古代及びビザンツ学者のジョン・バグネル・ベリーはこの二つの説話を 整合させようと試み、トマスのアッパース朝への闘争を788年頃、彼のビザンツ帝国への復帰を803年以前とした。一方で、ロシア人の学者、アレクサンドル・アシーリエフはこれらの記録はトマスが、コンスタンティノス6世が廃位された797年に、アッパース朝に闘争したことをほのめかしていると、解釈し、またバルダネスの反乱に、 トマスが参加していた可能性は全くないとした。ゲネシオスと属テオファネス年代記の筆者は明らかに第二の説話を指示しており、ゲオルギオスモナコスの年代記とレスボス島の聖ダビド、シメオン、ゲオルギオスの自責という九世紀の記録にはこちらの番の記録しかない。にもかかわらず、フランスのビザンツ学者、ポール・ルメルルはこれをトマスの敵対者であったミカエル二世によって、 後に作られた信頼できない伝承であり全く採用できないとして第一の説話のみを使用している。そして現代の学者の大部分はルメルルの解釈に従っている。また、シニエス・コドニエルは実際にはトマスという人物が二人おり、後にそれが同一人物であるとみなされた結果混乱が生じたという大胆な説を提唱した。第一の説話はトマスが スパタリオスとして、東部のテマのモノストラテゴスのバルダネストゥルクスに仕えていたことを伝えている。バルダネスは803年に皇帝にケフォロス一世に対して反乱を起こした。バルダネスの進化には、トマスと並んでアルメニア人レオンとアモリオンの人ミカエルという二人の若いスパタリオイがおり、彼らは兄弟のような関係を築いていた。後世の歴史伝承によれば、 バルダネスが反乱を起こす前、彼は三人の若き家来を連れて、フィロメロン近郊に住む将来を予見すると、評判の修道士を訪ねたという。この修道士はこれから起こること、すなわちバルダネスの反乱が失敗するであろうこと、レオンとミカエルはいずれも皇帝となるであろうこと、トマスは皇帝として看護されるが、殺害されるであろうことを予言した。これは無論、 史実とは考えられない。バルダネスが実際に反乱を起こしたとき、彼はいかなる意味においても広範な指示を得ることに失敗した。レオンとミカエルはすぐに彼を見放し、帝国の軍営へと逃げ込んで軍の上級司令官の地位を与えられた。トマスはただ一人バルダネスが降伏するまで彼への忠誠を維持した。バルダネスの反乱の失敗の後、 トマスは10年間にわたり資料から姿を消す。ベリーはトマスがアラブ人の元へ逃亡したと主張した。この見解はロミリー・ジェームズ・ヘラルド・ジェンキンスのような多くの学者から支持されている。しかし、歴史学者、ウォーレントレッドゴールドはトマスとバルダネスの関係がトマスのキャリアを妨げたという話の曖昧さを説明し、トマスは帝国内に泊まっており、 おそらく軍人としての職務を活発に続けてもいたで、あろうと主張する。813年7月、アルメニア人レオンは皇帝になると素早く古い、仲間たちに報酬を与え、彼らに軍の精鋭を指揮させた。ミカエルは、エクスキビターズのタグマを任され、ホイデラトイのトマスのトルマは、テマアナトリコイに駐留した。820年のクリスマスの日、レオン五世は、 アモリオンの人、ミカエルの指示によって、宮廷の礼拝堂で殺害され、ミカエルが直ちに皇帝に即位した。ほぼ同時に、トマスは、手間穴取りこいで反旗を翻した。正確な時期と動機について資料から得られる情報は、分かれている。ゲオルギオスモナコスの歴史的資料と、ミカエル2世の西の皇帝類一世への手紙は、トマスが、ミカエル2世による、散脱の前に、 すでに反乱を起こしていたと主張している。この時系列は、ゲネシオスの俗テオファネス年代記やヨハネススキュリテスを含む後のビザンツの年代記作家たちのすべてによって引き継がれており、同様にジョン・バグネル・ベリーやアレクサンダー・カズダンのような現代の学者の多くも採用している。ポール・ルメルルは、トマスとその反乱の研究においてこの時系列を、 ミカエル2世が彼自身の反乱を、レオン5世がトマスの反乱の鎮圧に失敗したことへの対応として正当化し、さらに反乱軍によって被った初期の敗北の責任から彼自身を遠ざけることを試みて、後に作り出したものであるとして却下した。ルメルルに続く最近のいくつかの研究は、チメオンメタフラストの記録、一般的に10世紀の資料の中で最も正確で、 あると考えられているマイナスを好んで用いている。この記録では、トマスの反乱は、レオン5世の殺害の数日後であり、この事件への反応として発生したとされている。二人が定官をめぐって戦い、そのうちの一人がそれを手にした。しかしまだ確実にそれを確保しているとは言えなかった。ミカエルには、正式に選出され、頑固を受け、帝都において退官され、 帝都を小中に収めているという有利さがあった。しかし一方で、トマスはアジアのテーマのほとんどから指示を受けていた。トマスが反逆者とされたのは、もっぱら彼が敗北したからに過ぎない。ジョン・バグネル・ベリー反乱が発生したことで、ビザンツ帝国は分裂した。これは確立した政府に対する反乱というよりは、定位をめぐる同等の候補者による闘争であった。ミカエル・二世は、 コンスタンティノープルとヨーロッパ側の手間、そして帝国の官僚機構の支配権を確保しおそらくは総主教によって体感されていた。しかし、ミカエル2世が暗殺によって定位を得たのに対し、トマスは殺害された。レオン5世の復讐を主張することで正当性と支持を得ており、アジア側の手間と、後にはヨーロッパ側の手間双方からの支持を勝ち取った。 トマスは、レオン5世が、コアジアで人気があったこと、尊敬される人物であり高い支持を得ていたことをよく、知っていた。一方で、ミカエル2世は、首都の外側では事実上全く知名度がなかった。彼には特筆すべき軍港もなく、満足な教育も受けておらず、作法も身につけていなかった。喫音のために彼は、嘲笑を受け、彼の家族が所属していた。 異タン宗派であるアティンガノイに対して同情的であると見られていた。ビサンツ帝国のトマスの反乱についての記録では彼はコンスタンティノス6世を標榜して定位を主張したと説明されている。コンスタンティノス6世は797年に母親のエレネによって殺害されていた。ルメルル以来の現代の学者の大半はこれも後世に創作された物語であるとして採用していない。 この話の中に何等かの真実が含まれているとすれば、それはトマスが即位名としてコンスタンティノスを選択したことに橋を走っているのかもしれない。だがこれを証明するようないかなる証拠も存在しない。コンスタンティノス6世を標榜した可能性はいくつかのビザンツの資料にトマスがミカエル2世の製造破壊運動指示に反対する。 製造崇拝の支持者であったという噂が記録されていることと関係している。コンスタンティノス6世の知性化では製造への崇拝が復活していた。だがそれでも、この資料中の曖昧な表現、小アジアのテーマの多くにおける製造破壊運動に対する共感、そしてトマスがアラブ人と同盟したことは彼が公に製造に対する崇拝を 表明したという話に反するように思われる。明らかに、ミカエル2世の治世初期における、製造崇拝派への妥協的な姿勢は、製造崇拝論争が、当時重要な問題ではなかったことを思わせ、現代の学者は、トマスの判断において、この論争がほとんど何の役割も果たしていなかったと、見ている。後世のマケドニア朝時代の資料において、製造破壊者、 ミカエル2世に反対する製造崇拝派の挙動としてトマスがイメージされているが、これはおそらく資料作成者たち自身の反製造破壊派的なバイアスの結果生み出されたものであろう。ウォーレントレッドゴールドはさらに、もしトマスがコンスタンティノス6世を標榜したことが真実だとしても、それは指示を得るために振りまかれた物語の一部であったであろうとしている。また、トマスは、 計画的に製造数拝者たちからの支持を引きつけるために製造問題について意図的な曖昧さを追求していたと主張している。トレッドゴールドはトマスは全帝国の支配者となるまではあらゆる主張、あらゆる人間に同調することが可能であった。しかし彼が消費した時間は支持者の幾枠化を失望させるのに十分であった。と述べる。この時のトマスの反乱について 続テオファネス年代記の記述は、奴隷は主人に、兵士は上官に、将校は司令官に対し殺害の手を挙げたと描写している。この記述は、主として、アレクサンデル・ワシーリエフやゲオルク・オストロゴルスキーのような幾人かの学者に、トマスの反乱は従税に苦しむ、農村部の人々の広範な不満の表出であるという考えを抱かせた。 他のビザンツ学者、特にルメルルは、農村住民の不満を、この反乱の第一の要因とする考えを、知りけている。ゲネシオスと、他の年代記作家はさらに、トマスが、ムスリム、インド人、エジプト、アッシリア人、メディア人、アバスジア人、ジキア人、リベリア人、カベリア人、スラブ人、フン族、バンダル人、ゲタイ族、マニキョウト、ラズ人、アラン人、 カルデア人、アルメニア人、そして他のあらゆる種の民族の支持を勝ち取ったとしている。この記述によって、トマスの反乱はヒギリシア人のエスニックグループによる帝国への反乱を示しているという現代の主張が導き出された。しかし、ルメルルによればこれは誇張された記録であり、敵対的な虚偽情報の一部であるという。ルメルルの主張は、ほぼ確実に正しいが、 しかし、トマスは、実際に帝国に隣接するコーカサスの人々の中の、指示を当てにすることができたことが、アバスジア人、アルメニア人、イベリア人が彼の軍隊に参加しているという、ミカエル2世が、ルイ1世へ送った手紙という同時代に近い、資料での言及によってわかる。コーカサスの人々がトマスを支持した理由は、不明瞭である。トマスは、 おそらく彼らの君主たちに対して何等かの約束をしていたであろう。だがルメルルは、アルメニア人たちは彼らの同胞であった、レオン五星殺害に対する復讐を同期としていたかもしれないと主張している。小アジアのテマの地図、842年頃、ホイデラトイの師団長として、トマスはテマアナトリコイの首とアモリオンを拠点としていた。この地位は、 ストラテゴスの下領であったが、トマスによる布告は小アジア全域で後半な指示を受けた。短期間のうちに全アジアのテマに、トマスへの指示が広がり、ミカエル二世の側に立った、アジアのテマは、ミカエル二世の老いであるカタキュラスの支配下にあるテマ、オプシキオンと、ストラテゴスのオルビアノスの支配下にある、テマアルメニア恋のみであった。手マトラケシオはどちらにつくか揺らいでいたが、最終的には、 トマスの側に立った。アジアにいる帝国軍の3分の2以上がトマスの側に立ち、各地の税務管理はトマスが最も必要とする税収を彼に提供した。トマスの軍がミカエル2世に忠誠を誓う軍団を倒している。マドリードスキュリチェスの細密が、トマスの軍による小アジアの都市の占領を。マドリードスキュリチェスの細密が、ミカエル2世の最初の対応は、 テマアルメニアコイの軍にトマスを攻撃するよう命じることであった。アルメニアコイの軍団は簡単に打ち破られ、トマスはテマアルメニアコイの東部を突き進み、国境地帯のカルディアを占領した。しかしトマスによるアルメニア地方の占領は不完全であった。これはアッパース朝がビガンツ帝国の内戦を後期として陸海から小アジア南部を攻撃したためである。 この地方にはトマスは、わずかな軍勢しか残していなかった。トマスは攻撃された地域に戻るのではなく、821年春にアッパース町の領土への進行作戦を立ち上げた。この攻撃対象は、ベリーや他の学者によれば、シリア、トレットゴールドによれば、アラブ人の支配下にあった、アルメニアの地方であった。トマスは、その後、アッパース町のカリフ、 アルマームーンに使者を送った。アルマームーンはトマスが見せた軍事力に強い印象を受け、また特にアッパース朝自体が抱えているバーバク、ホンラムリンが率いるホンラム教の反乱のことも手伝ってトマスの提案を受け入れた。この結果トマスとマームーンは平和条約と同盟を結んだ。マームーンはアラブ人の支配地域でトマスが兵士を集めること。 彼は撤退のために国境を通過すること、アラブの支配下にあるアンティオキアへの訪問を許可した。この協定の正確な条件は、資料上不明瞭であるが、これと引き換えにトマスはいずれかの領土を譲り渡すことと、カリフの族王となることを約束したと言われている。ほぼ同時期に、トマスは、出自不詳の男を養子にし、彼を、コンスタンティオスと名付けて、共同皇帝とした。 一方のミカエル2世は、エフェソス大主教に親類を任命することによって、製造崇拝派の中に支持を確保することに、挑戦したが、この計画は、エフェソス大主教座が公然たる、製造破壊派のコンスタンティノープル総主教、アントニオス1世イカッシマテスによる性別を拒否したため、失敗した。また、地方の支持を固めるため、特にまだ、 ミカエル2世の側についていた2つのアジアン側のテマの指示をつなぎ止めるために、ミカエル2世は821年から822年に25%の減税を約束した。トマスとその船がアビュドスからトラキアへ渡るマドリードスキュリチェスの細密が、テマオプシキオンとテマアルメニア恋は支配できていなかったが、821年夏までにトマスは東方で足場を固めた。 彼はその視線を究極的な目標であるコンスタンティノープルへと向けた。この都市を所有していることだけが皇帝としての完全なる合法性を担保した。トマスは軍と物資を集め工場兵器を組み立てた。帝都に駐留する強力な艦隊に対抗するため、テマキュビラ洋隊とテマアイガイウペラグスという海の手間から得た自身の艦隊を強化すべく船を増産させた。 この艦隊には、テマヘラスの物体も含まれていたかもしれない。トマスは、将軍のゲオルギオスプテロトスを呼び戻した。彼は、レオン5世の老いであり、ミカエル2世によってスキュロス島に追放されていた人物である。トマスは彼に艦隊の指揮権を与えた。10月までに、トマスに従う諸テマの連合艦隊は、レスボス島での編成を完了し、トマスの軍は、 テマトラケシオンからアビュドスへ向けて進軍した。彼はそこからヨーロッパへと渡るつもりであった。この時点で、これまで順調であった、トマスの運命は逆転しつつあった。アビュドスに進発する前、彼は義理の息子コンスタンティオスに軍を預けて、テマアルメニアコイへ送り出した。だが、コンスタンティオスは、ストラテゴスのオルビアノスに迎撃され、その軍隊は、 比較的軽微な損害で撤退できたものの、コンスタンティオス自身は殺害された。コンスタンティオスの切断された首は、ミカエル2世の死体送られ、彼はそれをアビュドスにいるトマスに送りつけた。トマスは、この比較的小さな挫折にひるむことはなく、10月後半か11月前半の、いずれかの時点で、ヨーロッパへと渡った。死んだ、コンスタンティオスの代わりに、 すぐにまた別の出事不詳の人物が新しいトマスの共同皇帝として擁立された。この人物は元修同士であった。トマスは同じように彼を養子とし、名前をアナスタシオスとした。ビザンツ時代のコンスタンティノープルとその城壁。トマスの行動を予期していたミカエル2世は軍の指揮官としてコンスタンティノープルのヨーロッパ側後配地であるテマ。 トラキストテママケドニアスに赴き、その地にあるいくつかの要塞の守備隊を強化して、現地民の忠誠をつなぎとめようとした。しかしトマスが上陸したとき、ヨーロッパ側のテマの住民は彼を熱狂的に歓迎し、ミカエル二世はコンスタンティノープルへの撤退を余儀なくされた。多くのスラブ人を含む義勇兵がトマスの軍機の下へ集まった。年代記作家たちは、 彼がコンスタンティノープルに近づくにつれ、その軍隊が8万人余りにまで膨れ上がったと述べている。コンスタンティノープルは、このエノタグマ軍によって守られており、これは、テマオプシキオンとテマアルメニアコイからの増援によって強化されていた。ミカエル2世は、コンスタンティノープルの城壁の修復と金閣湾の封鎖を命じ、同時に艦隊に、海上から、首都の守備するよう命じた。 こうした、ミカエルの消極的な対応から判断して、これらの処置にもかかわらず彼の軍事力は、トマスのそれに対して劣勢であった。ウォーレントレッドゴールドは、ミカエル2世の兵力がおよそ3万5千人であったと、見積もっている。トマスの艦隊がコンスタンティノープルに最初に到着した。ミカエル2世の艦隊による抵抗を受けなかった、トマスの艦隊は、封鎖に使われていた鎖を破壊したか。 はずかして、金閣湾に侵入し、バルビウソス川川口そばに経流して、トマス軍の到着を待った。トマスは12月初頭に到着した。彼の大軍は、首都の住民をひるませることはなかった。地方の手間と異なり、首都の住民と守備兵はしっかりとミカエル2世の側に立っていた。さらに、軍の指揮を高揚させるために、ミカエル2世は、自身の若き息子のテオフィロスに、 真の十字架と、諸女、マリアのマントを運ぶ行列を壁に沿って行進させ、同時にブラケル内の聖母マリア教会に、両方の陣営の全軍に見えるように巨大な軍旗を掲げた。トマスとその軍は、コンスタンティノープルを襲撃した。マドリードスキュリテスの細密が、コンスタンティノープルの周囲の都市を制圧した後、トマスは三方からこの都市を攻撃することを決断した。 この彼の攻撃はおそらく、コンスタンティノープルの住民に強い印象を与えるか、あるいはその逃亡を促すことを狙っていた。トマスの共同皇帝、アナスタシオスとゲオルギオス・プテロトスは、テオドシウスの城壁を陸海で攻撃し、トマス自身はブラケル内のより弱体な守備に対して主攻撃を行おうとした。トマス軍の全軍に、 十分な工場兵器と投石機を配備されており、艦隊は大型の艦載投石機に加えて大量のギリシアの火を使用した。しかし、トマス軍の核部隊の攻撃は失敗した。防衛軍の投石機は、トマス軍の工場兵器を陸上の城壁に寄せ付けず、その優秀さを証明した。そして艦隊は逆風に阻まれて、意味のある行動を取れなかった。陶器における、 作戦行動が危険であり、成功の見込みが薄いことからトマスは、さらなる攻撃を、春まで延期し、軍を東栄地まで撤退させた。コンスタンティノープルの海に面した城壁が、トマスの艦隊の攻撃を退けている。マドリードスキュリテスの細密が、ミカエル2世は、この小級士を利用して小アジアから造援を運び、ブラケルナへの城壁を修復した。トマスは、 春の再攻撃において、ブラケルナエ地区に攻撃を集中することを決めていた。この構成が行われる前、ミカエル2世は自ら城壁に登り、トマスの軍隊へ向けて、彼らの指揮官を見捨てるように呼びかけ、もし軍から離脱したならば、恩赦を与えると約束した。トマス軍はこれをむしろ弱さを示した嘆願と見て、自信を深め攻撃を開始したが、トマス軍が城壁に近づくと、 ミカエル2世の守備軍は城門を開いて、トマス軍に襲いかかった。この突然の襲撃によって、トマス軍は蹴散らされ、同時に、ミカエル2世の艦隊は、トマスの艦隊を撃破し、船員はパニックの中で打ち破られ、海岸へと逃亡した。敗北によって、トマスの海軍力は弱体化した。彼は陸上からコンスタンティノープルの封鎖を続けたが、 この損失は兵士たちの士気をくじき、逃亡が始まった。家族がミカエル2世に囚われていたゲオルギオスプテロトスはトマスを見限ることを決断し、彼に忠実な少数の兵士が従った。彼は反乱軍の軍営を抜け出して西へ向かい、ミカエル2世に自身の離脱を知らせるために修道士を使者として派遣したが、この修道士は封鎖をすり抜けることに失敗し、 コンスタンティノープルに到着しなかった。ゲオルギオスプテロトスの離脱を知るとトマスは素早く反応し、追跡隊を選び出してゲオルギオスプテロトスを追い、彼の軍を撃破して彼を殺害した。ミカエル2世の艦隊がトマスの船をギリシアの火を用いて破壊している。マドリードスキュリテスの細密が、トマスはこの価値の乏しい小さな勝利を利用し、ミカエル2世の軍を 陸海において打ち破ったと広く触れ回った。彼はこのメッセージをこの時点まで挙手をはっきりさせていなかったキリシアのテマに送り、追加の船の拠出を要求した。これは効果を発揮しこれらのテマは大きな反応を示した。彼らは艦隊を引く、伝えられるところでは350隻もの数を引く、トマスの軍に合流させた。 これはトマスにもともと持っていた艦隊で金閣湾の城壁を攻撃し、新たな艦隊はマルマラ海に面した南岸を攻撃させるというコンスタンティノープルの海の城壁に対する二面攻撃を決意させた。だが、ミカエル二世は雑誌していることはなく、ミカエル二世の艦隊は、この新規の艦隊がビュリダの停泊地に到着した直後にこれを攻撃した。 ミカエル2世の艦隊はギリシアの火を使って多くの反乱軍の船舶を破壊し残された船の大部分を露獲した。わずかな数の船が逃亡に成功しトマスの軍に合流した。この勝利によってミカエル2世は政界権を確保したがトマスの軍は陸上での優勢を維持しておりコンスタンティノープルの封鎖を継続していた。同年の残された期間の間に ミカエル2世は包囲中のトマスの軍へ向けて出撃し、小規模な戦いが起きた。この衝突で双方が小さな勝利を主張したが、いずれも決定的な勝利を得ることはできなかった。オムルタグの指揮するブルガリア人がトマス軍を攻撃している。マドリードスキュリテスの細密が、ミカエル2世はビザンツ帝国の北方の隣人、ブルガリアに向かって救援を求めた。両国は、 レオン5世の下で結ばれた30年間の和平に拘束されており、ブルガリアの支配者、オムルタグハーンは、ミカエル2世の救援要請を喜んだ。ゲネシオスとテオファネス・コンティヌアトスが伝える後の伝承では、オムルタグは、ミカエル2世の意向に反して、自身の意思に従って行動したとなっているが、これは、蛮族の帝国領への侵入を望んだと見られるのを、避けようとした。 ミカエル2世によって創作されたか、少なくともルフされたものとして、ほぼ完全に否定されている。ブルガリア軍はおそらく822年11月にトラケスに侵入し、コンスタンティノープルへと向かった。トマスは、包囲を解き、ブルガリア軍に当たるために軍と共に進軍した。両軍は、ヘラクレア近郊のケガウクトスの平野で快適した。 戦いの結果についての諸資料の記録は食い違っている。後世の資料はトマスが戦いに敗れたと記すが、より同時代に近いゲオルギオスモナコスはトマスが数多くのブルガリア人を殺害した。と述べる。戦闘後にブルガリア軍の活動がないことから、現代の学者たちはトマスはこの戦いに勝利したと考えている。コンスタンティノス・マナスセスの年代記の細密が、トマスは コンスタンティノープルの包囲を再開することができなかった。おそらく彼の軍隊が大きな損害に苦しんでいたであろうことに加え、彼が金閣湾に残留させていた艦隊は、彼がブルガリア軍と戦うために不在にしている間に、ミカエル2世に降伏していた。トマスはコンスタンティノープルの西4 0トルほどのディアバシスの平原に軍営を設営し、そこで冬から、 春の初頭まで過ごした。少数の兵士が彼を見捨てたが、大多数はまだ忠誠を保っていた。最終的に823年4月か5月初頭、ミカエル2世は軍勢を率いて、トマスへ向けて進軍した。ミカエル2世は、将軍、オルビアノスとカタキュラスが率いる小アジアからの新たな軍勢を、伴っていた。トマスも快敵を目指して進軍した。 彼は敵を罠にはめるため、まず指揮がくじかれ敗走したと見せかけ、それを追撃するために、ミカエル二世の軍が隊列を乱したところで向きを変えて攻撃するという作戦を用いる予定であった。しかし、トマスの軍隊は長期にわたる戦いに疲れ果てており、彼らの敗走は真実のものとなった。多くはミカエル二世に降伏し、残りのものは 近場の要塞化された都市へと逃げ込んだトマスは残存する兵の多くとともに、アルカディオポリスに安全を求めた。トマスの養子となっていたアナスタシオスは、トマスの兵士の幾人かとともに、ビゼに行き、他は、パニオンとヘラクレアへと逃げた。マドリードスキルチェスで描写された、トマスの幸福と屈辱。ミカエル2世は、アルカディオポリスを封鎖したが攻撃を仕掛けず、 守備兵を消耗させて平和的に降伏させることを目指した。彼の戦略は慈悲深さを表すプロパガンダの手段ミカエル二世自身が、ルイ一世への手紙で、キリスト教徒の血を憐れむためにと自ら表明しているように、マイナスとしての政治的な動機によっているが、それだけではなく、年代記作家によれば、ビザンツの都市の城塞が攻撃によって、陥落しうるものであることを、 ブルガリア人に証明して見せてしまう恐れがあったからだという。トマスの熱狂的な信奉者たちは、小アジアで、ミカエル2世に、忠実なオプシキオン地方とプティマトン地方へのアラブ人の襲撃を自由にさせることで、ミカエル2世をコアジア側に引きつけることを期待した。だが、ミカエル2世は動かず封鎖を続けた。ミカエル2世異軍は溝を掘りアルカディオポリスのアクセスを遮断した。 包囲されたトマス軍は物資の節約のために女子供を追い払い、続いて老人や負傷者、武器を持てない者も,も追い出した。封鎖から5ヶ月後、トマスの部下たちは最終的に飢えた馬と彼らの持つ皮を食べることを余儀なくされた。幾人かが城壁にロープを垂らしたり、そこから飛び降りて逃亡を始めた。トマスは アナスタシオスの救援を求めるために封鎖が完全ではなかったビゼに死者を送った。しかし823年10月、実際に何等かの行動が起こされる前に、損亡しきったアルカディオ・ポリスの兵士たちは、皇帝ミカエル2世の恩赦と引き換えに、彼らの指導者トマスを降伏させた。トマスはロバに座るミカエル2世の前に引き出され、鎖につながれた。トマスは、 ミカエル2世の前にひれ伏させられた。ミカエル2世はトマスの首を踏みつけ、両手両足を切断して死体を突き刺すように命じた。処刑前にトマスはご慈悲を、王、真なる皇帝陛下、と叫んで除名を求めたが、ミカエル2世は自分の上級管理がトマスと裏取引をしていたかどうかを聞きただしただけであった。トマスが応答する前に、 ロゴテティストドロムウのヨハネス・ヘクサボリオスは反逆し、破れた者が何を主張しようとも聞くべきではないと助言し、ミカエル2世はこれに同意した。トマスの処刑はすぐに実行された。ビゼの住民はトマスの運命を聞くとアナスタシオスを降伏させた。彼はトマスと同じ運命をたどった。パニオンとヘラクレアではトマスの兵士たちが824年2月の地震まで持ちこたえた。 この地震でパニオンの城壁は深刻な損傷を受け、この都市は降伏した。ヘラクレアでは被害は深刻ではなかったが、ミカエル二世は都市の海側から軍を上陸させ、この都市も降伏させた。小アジアのトマスの支持者たちは大部分が平和裏に降伏したが、テマキュビラヨタイではストラテゴスのヨハネスエチモスによって鎮圧されるまで抵抗が続いた。 テマトラケシオイでは、トマスの兵士たちは山賊に転じた。最も深刻な抵抗は小アジア中央部で、コイレウスとガザレノスコロネーアテスという二人の将軍によって引きられたものであった。彼らはおそらくトマスに、ストラテゴイとして仕えていた。コイレウスは、イコニオン北西のカバルッラを拠点とし、ガザレノスコロネーアテスは、アンキュラの南西のサニアナを拠点としていた。 彼らは、ミカエル二世による恩赦とマギストロスという高い借りを与えるという提案を拒否し、彼らの拠点からミカエル二世に降った地方を攻撃した。しかしすぐに、ミカエル二世の代理人はこの二つの要塞の住人に、反逆者に対して門を閉じるように説得した。コイレウスとコロネイアテイスは、その後、アラブ人の領土に逃亡を試みたが、途上でミカエル二世の軍に攻撃され、 捕らえられて十字架にかけられた。ミカエル2世とその息子テオフィロスのソリデス金貨スラブ人、トマスの大反乱の終焉を記念する、ミカエル2世の凱旋式が824年5月にコンスタンティノープルで執り行われた。ミカエル2世は、トマスの義勇兵たち、アッパース朝から来ていた者たちと、おそらくは、個人的に相当数が参加していた。 スラブ人たちを処刑する一方で、キリスト教徒の生命に対する寛容と情け深さを示す必要性と、領内の平穏を回復する必要から、廃山のトマスの信奉者たちに寛大な取り扱いをせざるを得なかった。大部分はヒッポドロームでの祭典でパレードをさせられた後に解放され、危険人物とされた者だけが帝国の遠隔地へと追放された。 トマスの評判を貶めるため、ミカエル二世は公式かつひどく歪められたトマスの人生と反乱についての記録を公認した。この記録はディアコノスイグナティオスによって書かれ、824年にアンゲンスト・トーマスとして公表された。これはすぐにこの反乱についての記録として一般に受け入れられた。トマスには能力があり広範な支持を獲得した。そしてそれによって、 帝国の大部分を支配下に置いたにもかかわらず、最後には敗北した。ルメルルは彼の敗北にはいくつかの要因があったとしている。それは彼が征服し、残したアジアのテマがミカエル2世に援軍を供給したこと、トマスの艦隊が失態を演じたこと、そしてブルガリア人の攻撃がコンスタンティノープルへの攻撃に集中することを不可能とし、 彼の軍を消耗させたことなどである。しかし、最大の要因は、コンスタンティノープルの南高不落の城壁であり、これがコンスタンティノープルを支配する皇帝を、内部における三脱以外では倒れないものとしていた。トマスの反乱は、ミカエル二世一世中の中心的な国内の事件であったが、重要な点において、深刻な被害はもたらさなかった。長期にわたり、 反乱軍が駐留し、そこで戦闘が行われたトラケスを除き、帝国の大部分は戦争の参加を免れた。ビザンツ海軍は多大な損害を被り、特に各テマの海軍は著しく損耗していたが、陸軍の損害は比較的軽微であった。伝統的に、この内乱の結果としての軍事的弱体化と国内の混乱はムスリムによって、 素早く付け込まれたと考えられている。トマスの反乱から数年後、アンダルシアを追放されたアラブ人たちはクレタ島を占領し、チュニジアのアグラ部長はシチリアの征服を開始した。同時に東方ではビザンツ帝国はアッパース朝に対して防御的な姿勢を取らざるを得なかった。近年の学会ではこの内戦が当時のビザンツ帝国の軍事的失敗に どの程度影響を与えたかが議論されており、ビザンツ帝国の領土疾患の原因について異なる説明がされている。ウォーレントレッドゴールドは、帝国の軍事力は相当素早く回復したのであり、シチリア島とクレタ島の喪失の原因としては、この反乱よりもむしろ、無能な軍事的統率と、シチリア島が遠隔に過ぎたこと、クレタ島の常備軍の不在、 この二つの島に対する攻撃がほぼ同時期であったこと、ビザンツ帝国政府の長期にわたるシーパワーに対する無関心が合わさったことが重要であると述べる。ありがとうございます。